日本語コンテッペ Go! 日本語学習者の皆さんを朝から応援するポッドキャスト今日は集中できる時と集中できない時についてはい、皆さんおはようございます日本語コンテッペイの時間ですね元気ですかあのー 集中すすることはとはても大事ですね例えば勉強する時に集中して勉強する運動をする時に集中して勉運動する勉強じゃないですね勉強する時は勉強する運動する時は運動する本を読む時は本を読む一つのことに集中することはとても大事ですね。 みんなそれを分かっているけどできる時とできない時があります。その違いは何でしょうかまあいろいろ理由があると思います。例えばちょっと周りがうるさいとかねうるさい場所では集中することが難しいです。あとはちょっと気になることがあるとかね 何かこう心配していることとかストレスとかなんかいろいろあると集中することが難しくなります、うん、まあいろいろ理由はあってもでもやっぱり集中しなければいけない時がありますねじゃあそういう時にどうすればいいか僕がやっている方法はもう始めてしまうということですね例えばじゃあ えと何にしましょうかねじゃあ例えばポッドキャストを撮るポッドキャストは集中しないとできないですねでもなんかうんなんか今日は集中できないなと思うまあでももう始めますポッドキャストを始めてやるもしかしたら集中できなかったからまあ思ったよりいいポッドキャストができなかったかもしれないでも それはしょうがないです、まあ、続ける、ね、他のポッドキャストを撮る次のポッドキャストを撮るまあそうやって、えー、やっていけば少しずつ、ね、集中できます運動もそうかもしれないあ今日はなんか集中できないなでもまあ続ける、ね、始める続けるそうすれば少しずつこう集中できるようになる。 まあいくらやっても集中できない日もありますね。そういう時はもう諦める。諦めて、まあ今日は仕方がない。ちょっと集中できない。でもまあそうだな。まあでも仕事だからしょうがない。とかね。えー、まあ明日もっとあの頑張ろうとか。まあある意味そう思ってちょっとこう集中できないけどまあ仕事は進める。 そんな感じですちょっとこう諦めるというかまあ仕方がないんですね集中できる時はそれはラッキーだし集中できない時はそれはアンラッキーですでもやらなければいけないことをやるまあただですねやっぱりこう集中しなければできないことがあるでしょ、まあ、そういう時はやっぱり経験をもとにやるしかないですね例えば仕事によっては集中しなければ 危危険なな仕事がありますよね。危ない。例えば運転をする仕事とか例えば、えーまあ、医者とかね医者の人が手術をするもう集中しなければできないですよね危ないですよねああ集中できないから今日は適当にやろう、まあ、そんなことはできないですよねただそういう人たちは経験があるから大丈夫だと。 経験とというのはとても大事ですね。経験があれば体が勝手に動く、ね、こうやっぱりそういう場所そういう時集中できるようになりますだからやっぱり大事なのは続けることでしょう毎日毎日集中できる時も集中できない時もあるけどでも続ける毎日毎日続ければ体が 経験としてそれを学びます。気持ちが経験としてそれを学びます。そうすれば少しずつ集中力が減った時でもそういうある程度のある程度のね、えー、スタンダードを保ちながら仕事ができるようになるでしょう。というわけでいろいろありますよね。あの調子がいい時、調子が悪い時。 いろいろあると思うけど毎日毎日、えー、頑張って続けていくこと、ね、それによって、えー、集中力がない時でさえもある程度のスタンダードをキープできるようになるでしょうというわけで今日も頑張ってください。チャオチャオアスタレゴまたねまたねまたね。またね